大切なのはゲームの調整。ゲーム作りに慣れていない人にはどのような環境でバランス調整などをしているのかよくわからないですよね。実際には企業秘密なので明かせませんけれど、お教えして良い範囲で少しだけ触れたいと思います。ただ実際の開発環境画面を見せられるわけでもないので、具体性には少し欠けると思います。ご容赦を。まずプログラムを組んでもらう際、パラメータという数値の塊を参照してもらうことにしています。これはほぼ全ての調整したい数値が外に出されています。例えば攻撃力10の技があった場合、ここ10、技を繰り出すのはプログラム的な仕組みで行われますが、10という数値自体はパラメータとして外に出して、後で規格がそこを調整できるようにしておきます。もちろんプログラムに直接10の攻撃力を書いても同じように動くのですが、そうすると後から調整のたびにプログラムに手を入れるなど非常に困ることがあります。プログラムが骨、パラメーターが筋肉といいますか。筋肉は大きくしたり速く動くようにすることで、同じものでもその性質をかなり変えることができます。もちろんちょうどよくしていくわけですけれども、パラメーターは Excel 上にまとめて整備されており、その数値をちょこちょこいじることで細かく設定することができます。スマブラの場合は一つの攻撃に対して設定できるパラメーターがかなり多いので、頻度の低い調整パラメーターを隠すことができるようにしました。ヒューマンエラーを避けるためにも、また要点を分かりやすくするためにも、普段あまり使わない数値を隠すというのは有効です。また Excel を使うことで計算式を織り込みやすくなっているのはメリットが高いです。どこかのパラメーターの参照や相対的な調整などがしやすくなりました。つってもよくわかんないでしょうけど、例えば何は何の技の2分の1の威力だとかいうことを設定できます。ところで数値を実機に反映させるにはコンバートという作業が必要になります。呼び名はいろいろありますけど、つまり Excel のデータを書き換えるだけでは何にもならなくて、開発機に流し込んで試す必要があると。これは Excel のアドインとして仕組みが作られており、ボタン一つで起動している開発機に変更パラメータが設定されます。これはすごく便利。こういった開発環境を整えられたのはバンダイナムコスタジオと仕事をしていて特に良かったところの一つです。初代スマブラとかスマブラデラックスの時代は一つコンバートするのにも10分ぐらいかかっていました。何かちょっと調整すれば10分。ゲームも起動し直しだし、そもそも Excel なども作っておらず、私がテキストでパッパパーッと編集していました。この頃は私が、全てと言っていいぐらいのパラメータを書いていましたね。それぐらいしかできませんでした。現在、具体的にはスマブラ4からパラメーターが整備されて、より多くの人が触りやすくなり、またトライアンドエラーをしやすくなっていることで調整の幅も深さも広がっています。ここは最も、試行錯誤が繰り返されることなので、ぜひ、それぞれのチームで合理的な仕組みを持ってほしいところですね。